J-2 エンジン詳細 J-2 エンジンを5機搭載したサターン V ロケット2段目 J-2 ロケットエンジンはアメリカ合衆国で開発された液体燃料ロケットエンジンロケット団員社が製造しスペースシャトルのメインエンジンが誕生するまではアメリカ合衆国で最大出力の液体水素を燃料とするロケットエンジンであった また NASA の中止されたコンステレーション計画において、アレスアを呼び、アレス V の2段目ロケットとして運用することが予定されていた。J- には、サターン IB 型ロケット及び、サターン V 型ロケットの主要な構成部分であり、S2 には5機、SE 部分には1機が使用された。計画のみで終わった、サターン V よりも大型のノバロケットの上段では、 より多くの J-2 を使おうという提案もあった。エンジンの水力は 1033.1KN、非水力は、真空中で421秒で、重量は、約 1788kg である。サターン V の2段目である S2 には5機、サターン IB とサターン V の両方の上段である、SE 部分には1機が使用された。提案では、 同様に既存の J-2 エンジンをより大型のロケットであるノバの上段に複数使用する計画もあった。J-2 はアメリカにおいて住む以前には最も量産された液体水素を燃料とするロケットであり近代化された J-2X が NASA のスペースシャトルを代替するスペースローンチシステムの地球離脱ステージでの使用が見込まれる。 J-2 エンジンの最大の特徴は、当時運用中だった多くの液体燃料、ロケットエンジンとは異なり、宇宙空間で再点火することが可能であるということで、ある。サターン V の3弾である SE 部部では飛行中に、停止後一度再着火するように設計された。最初の約2分間の燃焼で、アポロ宇宙船は、待機軌道へ投入される。 乗員による宇宙船の点検後、宇宙船は通常の運航になり、J-2 は再着火され6.5分間燃焼し、宇宙船を加速させ地球の引力圏を脱出して、月へ向かう繊維軌道へ投入する。J-2 エンジンの推進材の流れを示した、もしきず J-2 の燃焼器は、エンジンの中心に位置して燃焼基本体。 噴射器とドーム、点火器とジンバル軸受けから構成される。燃焼室は厚みが 0.30mm のステンレス鋼の管を束ねてロー付けによって一体化されている。燃焼室は釣り金上で高高度において、より効率的な運転のために膨張面積比が27.5、1となっており、燃料による再生冷却である。 燃料は燃焼室の中間のマニホールドから入り、6900キロパスカル以上の圧力で出る。燃焼室で点火され加速された高温のガスが噴出することで水力が生じる。噴射器にはターボポンプからの圧力がかかり、燃焼に最適な比率で混合する。614個の酸化剤と燃料噴射装置は同心炎上に配置される。 噴射器の先端は多項で周囲が噴射器本体に溶接されたステンレスの金網を積層して形成された。噴射器は液体酸素をドームのマニホールドを通して燃焼室内の燃焼領域に向けて噴射する。水力は高負荷がかかり、球面で構成される自在継手で構成される、ジンバルを通して伝達される。これは軸受けの表面をテフロン。 グラスファイバーで被覆することによって、潤滑剤なしでも、低摩擦であった。ジンバルには、横方向の調節装置が備えられており、これによって、燃焼室の位置をずらすことによって、水力の向きを変えて、姿勢制御を行った。推進剤供給装置は、燃料用と酸化剤用のターボポンプ、バルブ、燃料と酸化剤の流量計と配管から、構成される。 ターボポンプの軸受けは極低温下のため潤滑剤や他の流体を潤滑に使用できないので加圧された液体水素や液体酸素を潤滑に使用する。J-2 エンジンの性能を向上させる実験計画は1964年に J-2X という名称でスタートした。原型の J-2 からの主な変更点は 燃料の供給システムをガス発生器サイクルからタップオフサイクルに変更したことである。一般に液体燃料、ロケットエンジンは毎秒数百リットル以上もの燃料や酸化剤を消費するため、それらをタンクから燃焼室に送るための強力な動力が必要になってくる。 ガス発生器サイクルは最も基本的なシステムで、ポンプの出口から燃料と酸化剤の一部を取り出し、別に設置したガス発生器の中で燃焼させ、その排気ガスによって、ポンプに直結したタービンを駆動するというものである。使用済みの排気ガスは、ノズルの中に排出され、水力として還元される。これに対し、タップオフサイクルは、主燃焼室に、 あたかも蛇口を設置するようにして、直接燃焼ガスの一部を取り出し、タービンを駆動させるものである。これによって、主燃焼ガスの半分以下の温度の燃焼ガスを利用でき、ガス発生器を設置する必要がなくなるというメリットがある。またエンジンを構成する部品が少なくなるため、各種装置の始動のタイミングが的確になり、点火もしやすくなる。さらに、 J-2 では液体水素と液体酸素の混合比率を変えることで燃焼圧力を的確に変化させる水力調整機能が追加されたことにより幅広い打ち上げ計画に柔軟に対応できるようになった。また無重力状態の軌道上で燃焼前に燃料をタンクの底に押し付けエンジンに送り込むために微小な水力を発生させるアイドリングモードも 新規に追加された。実験段階で、ロケットダインは試作品 J-2S を6機、製作し、それらは1965年から1972年に、かけ、延べ3858秒にわたり燃焼試験が、行われた。しかし、アポロ計画が中止されサターンロケットの発注が、なくなったために、J-2S の開発も取りやめになった。 その後も NASA は J-2S をアポロ以外の様々な計画に使用することを検討し、スペースシャトルの初期の概念図では5機の J-2S を搭載したイラストなども描かれていたが、実現されることはなかった。J-2S の開発計画が進行している間、NASA は J-2S にターボマシンと、空力的な効果を考慮に入れた。 エアロスパイクノズルを搭載して、性能を向上させたモデルについても検討していた。水力90トンを発揮する J-2T-200 キロと、水力113トンを発揮する J-2T-250 キロの2種類の試作品が製作され、J-2S と同様長時間にわたって燃焼試験が行われたが、 アポロ計画の中止によって取りやめになった。J-2X 概念図コンステレーション計画におけるアレス・ワイロケットの2段目にどのエンジンを使用するかという点については NASA も考慮を重ねた。当初はスペースシャトルのメインエンジンであるスム、UM、を使うことも考えられたがスム、UM、は地上で点火するように設計されている。 それを宇宙空間で点火するように設計し直し、さらに燃焼試験なども位置からやり直すことの手間暇を考えると J-2 を改良して、水力を133トンにまで向上させた J-2X を使用した方が良いと NASA は判断した。この決定は2006年2月18日になされ、原案では地球脱出用ロケットに2機の J-2X が、 搭載されることになっていた。これにより、アレス・アイは2010年に、シャトルが退役してから3年以内に、オリオン宇宙船は2014年までに発射が可能になると予想されていた。さらに、J-2X を宇宙船打ち上げ用のアレス・アイと貨物打ち上げ用のアレス V の両方に使うことにすれば、開発の手間はさらに省けることになる。 そこで2007年8月23日に、ステニス宇宙センターに高高度環強化での燃焼試験台が建設され、J-2X 開発のために2007年12月から2008年5月にかけて、旧式の J-2 エンジンの燃焼試験が行われた。新しい J-2X は、アポロ計画で使用された原型の J-2 よりも、 はるかに効率的でシンプルな構造になっており、またコストの面においてもシャトルの済むよりもずっと安上がりになるように設計されている。燃料ポンプの駆動には蒸気のガス発生器サイクルが使用される。2007年7月16日、NASA はロケットダイン社とアレスアイ及びアレス V ロケットの上段に使用する J-2X のデザイン、開発、試験。 評価に関する総額12億ドルの契約を正式に交わした。同年9月8日には、ロケットダインは J-2X で使用されるガス発生器の試験が順調に行われたことを表明した。順調に進めば2010年に最初の燃焼試験を行う予定だった。しかしその後、コンステレーション計画が中止になって、アレスロケットがキャンセルされたことにより、 J-2X は使い道がなくなってしまった。2014年に開発試験が終了した後は使い道がないため倉庫入りとなる。NASA は火星ミッションが当分実現できないため他のミッションへの転用の道を模索しているが、スペースローンチシステムは J-2X ではなく RL-10 エンジンを上段ステージで使う方向になっており、 使い道がなくなっている。J-2X エンジンは、上段ロケットとしてはパワーがありすぎ、SLS を火星ミッションに使わないのであれば、RL-10 エンジンを3から4機使えば、間に合うというのが理由。J-2 エンジン水力、90トン燃焼時間、500秒、乾燥重量、1579kg 装備、重量。 1 6 3 7ラムノズル圧力比、27.5対1燃料、酸化剤、液体水素、液体酸素混合比、5.50製作、ロケット代車使用ロケット、SE 部ブ,ブで1機、S2 で5機水力、120トン飛水力、436秒間総重量、1。4 6 7ラム装備重量、1 7 2 4ラム。 燃料、酸化剤、液体水素、液体酸素製作、ロックウェルインターナショナル、ロケット代車水力、133トン比水力、448秒間総重量、2469kg、燃料、酸化剤、液体水素、液体酸素製作、プラットホイットニー、ロケット代車使用される予定だったロケット、 アレスアイダンで一気、アレス V ダンで一気。ありがとうございます。